さあ始まりましたういちのドリームスロット。今回は神奈川県座間市にございますスーパー D セッション座間店にお邪魔しております。早速ですがゲストをねご紹介したいと思います。井上由美子さんです。どうぞ。おはようございます。さあそういうのやれって言った俺言ってないです。言ってないね。言ってないです。ちょっと超えちゃいました。やりたかったんですか。いやちょっとなんか言っちゃいましたね。気分が高まって、はい、こなれた感じのババアですね。すいませんすいません。ババアって言わないでくださいよ。俺一言も言ってなかったのに、はい、あの暑いから日陰に入った方がいいんじゃないって言ったらキッて睨んでババアだからですかって言いましたね。言いましたね。私言いましたね。確かに言いました。まあババアですね。自分でもう認識してるっていうか意識がある。はい、ババアの。なんか最近でもババアと言われなくてなんかもう人間以下になっちゃいました。ね、なんかこうネットに書かれてるのちょこっと見たんですよ。なんか自分のちょっと番組見てたら、はい、妖怪ベラになってます。妖怪ベラ、はい、いいんですか。もう人間になれない感じです。まあ、妖怪っぽいなんか。え、どういうことですか。ピアスです。いやいや違う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 。なんか何それ。え、何何。あ、髪。そうです。編み込んでるんですか。はい、エクステをつけてるので。はい、まあ、まあこれもまたねベラっぽい。わかりました。はい、ということで。わかりました。あ、すいません。はい、さあ、ルールは一応説明はしておったんですが、はい、とりあえずですね、入店したら好きな台を打ってもらって。了解です。で、できれば横で朝一だけでも打ちたいなと。はい、ただ、出玉の勝負でございます。僕に定玉で勝つことができると、はい、5万円の商品券をかけたダーツにチャレンジすることができます。どれぐらいの確率でいけるんですか。結構いい確率で当たってしまっております。本当ですか。これ、まあ、システム何度も申し上げておりますように、はい、制作費が単純に削られるだけというシステムなので僕はもう死守しなければいけない。なるほどですね。さあ、最近打ってる台かお気に入りか、はい、狙い台か何かありますか。最近打ってる台、まあ、ぼちぼち打ってるのがゴッドイーター、うん、ボンノブレーカー全ヤマサ系の機種で、昨日打ったのは、うん、ユニバのシャドウハーツ、はい、あれどう。バジリスクっぽい感じですね。とりあえずね、まだまだっていうかもう抽選がすでに始まっちゃってる状況なんでなあれなんですけども。なるほどですね。はい、まあほら、はい、昨今の、ね、はい、いろんなこともありまして、はい、俺はあんま好きじゃないんだ。まあそうっすね。間違って5番とか取って、うんうん、変なダイスだってすごい出たら、そうっすね、聞いてんだろ、はい、もしくはみたいなね。はいはいはい、はい、それ大っ嫌いなので、はい、まあ、そういうのもありまして後ろの方から入っていただくんですが、そうっすね、はい、それでも取れそうな、はい、台を、楽しそうな、そうですね、勝てそうな、隣も空いてる台をってことで、あの隣空いてなくてもいい。それはいいんですか、うん、最悪しょうがないんで。あ、そこはね、それも作戦ですね。まあさすがにそこまで考えてもらって台を選んでもらっちゃうとちょっともうね、あんまりこの勝負の感じもなくなっちゃう。でもいい案があるんですけど。ほう。外線の横のなんかちょっと A タイプを私打って外線打ってもらって。なぜ俺が外線打たなきゃいけないんですか。負けてもらうために。ああ、そういうことね。はい、嫌です。あ、了解です。嫌ですって言っても外線は悪くねえな。あ、本当ですか。うん、嫌いじゃないですよ。本当ですか。了解です。その辺踏まえてちょっと立ち回ります。わかりました。はい、まあ、とりあえず5万円の商品券目指して頑張っていただきたいと思います。はい、ウイさんとの絡みはどんくらいなんですか。そうですね、2回3回ぐらいじゃないですかね。お、2回、はい、3回ぐらい。そんなには多くないです。印象ですか。え、めっちゃいいおじさんです。え、ダメかな、怒られる。楽しいおじさん。楽しいおじさんだな。まあ私もおばさんなんで、まあ同じような感じですけど。おばさんじゃないです。あ、若いです。今日は何としても
お金が大好きな私は5万円の商品券を取って帰るぞ。はい、おはようございます。あ、ありがとうございます。62番全然取れるだろう。何でもさあ行けましょう。いえ、俺最初だけ隣で打つから。ただ俺ね、もう意識を改めました。隣でダラダラ打ってたらダメちょっと本気で頑張らないとこれ以上負けられませんからね。あれはもうサンダーとか打ちたくなってきた。やべえ、打ちてー。ああなるほど、いやいいよ。うわー苦手だわー、バジリスク。あれだけいろいろ打ちたい台の話してたにもかかわらず、ああバジリスク絆からいい匂いがするということで、まあ確かにここだけ朝埋まったからね。そうなんですよ。全然打たない。いや私もなんですよ。えいや聞こうかなと思って。全然知らないよ。いや私も知らない、数しか知らないんですよ。未だにツイッターとか見てるとみんな打ってんだよね、はい、打ってますね。今多分一番最初に埋まるのはここじゃないですか、絆。なんかまあ6が分かりやすいの。はい、はい、いやでもなんか人気ありましたよね、初代。100ゲームハマることがほぼなかったじゃん。あー早いってこと。そうそう、でちゃんとリーチ目もあったしね。へえ、それ知らない、ね、これでリーチ目があったのよちゃんと。これで、うん、今ないんすか。もう今はないと思うね、聞かないね。あ、てかないんじゃない。前回はちゃんとボーナスだったから。あー、そうか。あー、熱い、熱いね。え、外人っぽい感じ。巻物です。いつもそういう感じなの。巻物です。改めて言われるとちょっと私びっくりしたな。私外人っぽいあれしてるかな。一人でほら実践番組とかやるでしょ。はい、はい、その時に、あ、熱いねみたいなあ、たまに言ってるかもしれない。いきなり今それが出たってことは普段やってるってことだからね。そういうことっすね。何これ、当たったってこと。当たりました、巻き物で、1回目で。なんだよさすが中中中、よーし、早い。1、2、3、4、5。わーお、1000円それ数えるまでもないだろチャンスボタン光ってるよ。ああ、選択だった。そう、選択です。ゲントスケ、それすら覚えてないからねゲントスケで行きます。ゲンニー、いや、たぶない、やべえ、俺出る気が全くしない。もう移動したいもん。早すぎでしょ。いや、入った頃に何回か打ったんだけど、はい、打つともすんとも言わなかったんだよ。あ、巻物。なるほどね。今日は大丈夫っすよ。8点。ダメだろ。相性が悪い台ってなんかことごとく当たんないんだよね、はい、熱そうなやつが。それはもう相性とか下手くそなんじゃないですか。こんなのに上手い下手あんのかよ。あるか。あるでしょ。ダメだ。はい、残念。それを繰り返す感じで。そうですね。え、今
はちなみに何が好きですか？煩悩ブレーカー前と凱旋と、あと特にこれっていうのはないな。あ、煩悩好きなんですね。うん、あれ好き、ジャッカスよりはあっちの方が好き。だったら、だって完全 ST 機じゃん。そしたら、あ、どれがいいの？何を言おうとしてるんですか？おすすめ機種を教えてくれようとしてるの？そうです、そうです、そうなんですけど、いや、どうかな。ちなみに 何をおすすめしようとしてるの？いや、これよりは、これよりは多分シャドウハーツ2の方が好きなんじゃないかな。あ、キスナよりは。これはいいんじゃないか。いいな、2回目。アニ様、見てください、アニ様。うわー、もうダメ、もうダメ。分かんないですよ、まだ。フローはもうダメだ、ほら。あ、大体あのこの番組のディレクターみたいなのが座ってるから。打ってますけどね。同じくバジリスクキスナで。あいつパチスロが好きすぎて向いてないんですよ、ディレクターに。あ、ですか。もう全然こっち見てないですよ。もう大しか見てない。よしよし、当たった当たった。プロだよ。でも今のカットイン出てれば。いる、またいる、いる、いる。あ、いたいたいた、ほら。昼寝でもしていいわ。こんな感じ当たんの？はい。びっくりした。また俺どうせ裏部がいるんだろう、ね。あ、いる、いっちゃった。俺あのドドドドドドビューが好きなんだよ、全然ね。よかろう、あの音気持ちいいんだよ。まあそう、一応それは継続に尽くしさだったね。なんですって？継続に尽くしさ。おぼろがモードしたのやつでとかあるんです。玄之介は高設定確定の演出が出るとか。それはこの後の話。最中、この最中にそんなことがある。残り出る段階のその告知はとか。何？あ、もう当たっちゃった。ありがとう、助かった。うわあ、そんな。よしよしよし、いいな。あ、出た、コンテンツ買って。違うの？出ない。やった、いいな。まだ油断できませんよ。なんかこう、どこも続かないと続かないから。なんか嫌いになっちゃったんだもん。だから何一つ知らないよ。こっからこっから。よし、勝った。あ、ドーベルなんだ。これは、よしよしよし、顔が喋った。
ちゃうのか。やりますね。あ、増殖らしい。あ、増殖は何なんだろう。これぐらいわかんないからね。AT 中の何にもわかんない。いいなー。AT 中のボーナスを引いたの俺。そう、AT 中のボーナスを引いた。それで、ね、ステージを買ってる。一応通常時の AT 中の増殖が違うけど、もうやだ。ちょっと。これ申し訳ない。全然わからない。あっという間に引退しちゃったんだ。え？しばらく打ったのよ。入ってすぐ。はいはいはい。でも打ったもセットも言わなくて。やばい。今日めっちゃ出るパターンじゃないか。本当にビギナーズラックある？ある。あるある。まだあります、まだあります。すべてで。あー、終了。まだいけるな。いや、十分でしょ。十分でしょ。だって、1回目にもう入ってんすよ。あー、まあそういう意味ではね。これがね、持続すればいいんです。まあそうっすね。あー、もう300分を超えたらそんなあーいう感じの台なの。私はあ、やっと来た。やっと巻き物来た。この設定だととにかくはまらないの。いや、これではまらないというよりは BC がはまらない。あー、 BT かBT 感がはまんない。ああ、服部半蔵好きです。あざっ、ミニパ当たりました。2回目の BC 青。今青、あ、チャンスこっちにしようかな。あ、ほんと？この間びっくりしたんだけどさ、奥さんが収録でピンステージに来た時、はい、奥さんがこれをかけて、まあ、ピンステーションはどの台にも老眼鏡がついてるんだよねって言ったんだ。あの人これをかけて言ったの。マジで老眼鏡じゃねえやん。明らかに度が入ってるとかそういうメガネじゃないって。あー、ほんとだ。ほんとだってわかんのかよ。あー、なんかメガネ似合う。あ、ほんとですか。おじさんも似合いますね。より一層なんか年取ったみたいな感じ。ほんとほんと。どういうことよ。ちょっとさ、やっぱブルーライトカットだから色が入ってる。はいはいはい。それが大人の色気としておきましょうか、まあ、うん、いいように言ってくれればそうですね。大人の感じを。いや、
似合いますねって言ったら俺普段メガネかけてるからだからなんか違和感なく見れます、全く違和感ない。あ、当たった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 んじゃないの、3つ揃わなきゃ当たるよ、ね、ほらほら、あー熱い、まあー持ってきた持ってきたよ、まあ、2回目2つました、次が3回目、それ勝負っすね、あダメかな、あ残念、あう赤い入った、赤い風呂だ、赤い風呂、赤い風呂もらえた、あざーす、なあ上げるのが大事ですから、あおー同志を来ました、あざーす、もらえましょう、そう、ヒョウマですよ、もうもうもうほぼ確定と、もう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 、ありがとうございます、ありがとうございます、あーおもろですって、なんだ、継続率前もあったじゃないですか、あ、なかったんですか、ワンはないのか、初代はあんま覚えてない、もう当たっちゃうかもしれない、やば、2回目、そしてちょっとぼや大きめ、はい、あーあーあーあざす、ありがとうございます、もうやる気ないなんでよ、全然つまんない、なんでよ、まだありますよ、人が狙すと面白くないって、確定、中赤、
しに行こう。何にも知らないけど最新台のシャドウハーツが開いてたのでちょっと打ってみます。大丈夫です、なんとかなります。なんでこうなるのかな。終わっちゃいました。はい、お疲れちゃん。前半が終わっちゃいましたね。まさかの展開で。どうなんですか。まあ私はいい展開ですね。バジリスク投資が1万円、9000円、はい、9000円、はい、持ち玉どれぐらいありますか。今多分1200〜1300あるんじゃないですかね。何枚空いてます今。今何枚空いてます今。さ投資が2万1000円です、うんうん、2万1000円、はい。ということはカバーはないです。当たってもない。ない、当たってない。2万1000円に私の1万円ぐらいがついてくんで、今3万円ぐらいの差ですね。1500枚ぐらい。今1500枚ぐらい。もうそれ4本なんだよ。イエーイ、イエス、イエス、来てますね。そうですね、はいはい、シャドウハーツに移動して何も起こってないんですが、はい、当たるまでは行こうと。はい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 、はい。でカメラさんに教えてもらった天井に、はい、770。カメラさんに教えてもらった。俺も全世界の人から情報収集してる。あ、なるほどですなるほどです、ね。777ゲームらしく、はい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 、今もう700超えたところなので。なるほど、まあ、後半すぐ当たるっちゃ当たるんだけど、そこからなんですよあの台は。いや、しかもその浅い天井具合を考えるとそんな大したことないでしょ。まあそうですよね。私も天井食らったことがないので。だから私昨日ちょうどシャドウハーツ2を打ってて、もう最大ハマり340ぐらいか。ダメだとりあえずまた、はい、次週後半戦ですね。いろいろ考えなきゃいかんなと。そうですね、ありますよ。メイクミラクルすればいいんですよ。本当この番組は後半にミラクルを起こす人がかなり出てる番組ですので、まあ、それをどっちが起こすかっていうね。俺の時もあったのよ。あ、本当ですか。うん、ゴッド引いたり。ああ、じゃあまだ分かんないですよ、それぐらいの差だから。そうですね、1500枚ぐらいなんで。はい、つなぐ。まあそんな気を落とさないでくださいよ。なんか一気にテンション下がった。ゲストに励まされるメインの人どうなんですね。まあ、ただこれ以上テンションも上がりませんので、はい、今週この辺でお別れしたいと思います。はい、なんとか差を縮められるように、まくれるように、ね、頑張りたいなと。私はキープしますね、頑張ります。はい、というわけでまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。低テンション手振ってあげて。